皆さんどうもです、ポルスです。今回は FNCS ソロ予選2個目の準決勝のハイライトかつ立ち回り解説です。派手な強さはないし、順位もめっちゃ高いわけではないんやけど、決勝に進めたのは確かやし、まあ本当に立ち回りだけでも決勝行けることを伝えられたらなと思います。この程度でもね、決勝行けるんやなって思ってくれたらみんな勇気も湧くと思うんで、本当はもうちょっと早く作りたかったんやけど、最近夏休みに入ったんで許してほしい。本当にね、急いで作ったからかなり雑で後付けアドリブばっかりなんやけど、まあちょっとぐだったら申し訳ない。ただ立ち回りというと戦ってないアンチ移動するだけの地味な部分とかもね、めちゃめちゃ大切なんで、そこら辺は倍速とか使いまくって試合全体の動きを移していこうと思います。そこはね、丁寧に作ってあります。ただ、自分のこの入れてる声の解説はだいぶぐだると思います。そこはね、ごめん申し訳ない。本当にラフにやっていこうと思います。立ち回り解説動画ね、もっと欲しいって言ってくれる方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。Let's go! と言っても、まあシーンは変わらずね、1試合目はすでに始まってます。準決勝はやっぱりレベルが高いですね。めちゃめちゃ人が残ってる。ソロでこの人数ですからね、やっぱみんな上手いんやな。まあチャンピオンに行っててかつ上位1000人っていうと、だいぶ上ですよね。チャンピオンってだけでも相当ね、プレイヤーの人口から考えると結構高いから、普通にすごいことだとは思います。で、まあこのね、試合本当はアンチード最初から結構いい感じに動けてたんやけど、もうちょっとね、なんか映したかったんやけど、なぜか後半しか取れてなかったんで、1試合目はちょっとだけカットします。で、その次の試合からもうできるだけ全部を、できるだけの、短い時間で多くを見せようと思ってるんで、よければ見てほしい。まああとはちょっと声がね、反響してるかもしれない。ちょっと、なんて言うんだろう、エコーがかかってるみたいな感じになってるかもしれんけど、ちょっとね、この解説も環境が違うところで解説してるんで、それもね、いつもと違うかもしれない。申し訳ない。では、ここからアドリブで自分がどういう風に考えてたのか。まあ、ここはやっぱりアンチの外から来る敵がいると思ってたんで狙ってたら、まあ、入ってきましたね。もうこれ見る限りラグそう。ラグそうですよね。で、倒せたんですけど、もう本当にもうここは焦りに焦りまくって。もうこんだけ人が多いとやっぱりシールドが割れる音とかを鳴らすだけでやっぱり狙われるんですよね。もうそこだけでアサルトがどんどん撃たれて、ここはね、隣の人が、私気づいてなかったんで、ここ隣の人にやられました。で、これ2試合目。1試合あそこまで粘って3ポイントしか取れてないからな。で、今回はここ毎回降りてるんですけど、フリーだったんで、このままずっと漁っていきます。アンチはもう真反対。こういう時にどういう風に立ち回るかっていうと、私はもう本当にすぐに漁って、もう速攻アンチの奥に行きます。なんなら、もうスチーミーまで行ってもいいって思うぐらい走りますね。だからまだアンチ閉まりながら、まだあと2分ありますけどね、もうアンチの中に入って、それでもまだ進みます。まっすぐずーっと進んでいきます。まあ、できるだけやっぱり自分のプレイングは、アンチを最優先するっていう立ち回りでやってますね。で、ちょっとね、ここで問題のシーンが1個あるんですけど、ここを撃たれて、まあ、ノーダメなんですよね。ノーダメなんやけど、なんか、明らかに詰めてきてると。で、詰めてきた人が違う人に撃たれたんですけど、それでも詰めてくるんですよね。たまにいますよね、こういうタイプの人。こういうタイプの人と当たると立ち回りタイプの人はかなり厳しい。まあ、多分対面は上手い人だと思うんで、まあ、やっぱりね、100削られて。で、かなりもうやばい状態ですね。こういうダブルキーに合う合わないもやっぱ運ですからね。まあ、ここは相手がチャージショットガンだったんで、自分の体力が100以下でチャージショットガンってなると、まあ、ワンパンでね、同打ちワンパンで死ぬ可能性があるんで、できるだけ引くことを考えます。で、ここで1点当てたんやけど、まあ、自分は1回アーマー割れてるんで、まあ、どうしてもついてくるだろうなって思って、もうクラッキーで、そろっとね、隠れて、ここでもう待ちます。相手が引くまで待ちます。で、まあ、さすがに街中やとね、場所がわかんないと思うんで引いてくれました。で、この後、外回りでずーっとアンチに入っていって、このようにスチーミーまでね。ほぼスチーミーまで行って。で、次のアンチ移動はこんな感じ。毎回こんな感じで、アンチのね、次の移動の場所っていうところをカットして見せていこうと思います。で、アンチ移動。メインはアンチ移動なんで、戦闘というよりかはね、地味やけど、アンチ移動をメインに移していこうと思います。で、外回りでまた無事入れて。ここまでね、アンチなかなか厳しいんやけど、ここでアサルトで魚触れて、これ美味しい。まあ、やっぱり立ち回りタイプの人はこういう位置取りをしっかりしてアサルトで打ってキルを稼いでいくっていうのはいいと思います。1マッチね、大量にキルせんでも2キル、3キルぐらいでも十分なんでね。
で、ここでアンチようやく恵まれて、で、グラップラーで乗ってきた人がいて、今作ってたやつは車線カバーでスナイパーに抜かれたくないからああいう風に作ってたんですけど、ここでね、相手がうまいことハマってくれたんで、俺が本当にでかかったグラップラー取れたんで、これ持ってるだけで5位ぐらいまで絶対行きますからね。もう楽。ただコントローラーが壊れてて、もうこんな感じでね、モード切り替えがたまにできない時があって、ずーっと跳ねてて、死んだと思いましたね、今のは。で、こっからずーっとグラップラーで飛んでいくって感じですね。ちょくちょくキルは狙っていくんですけど、まあこのマッチはこのままずっと終盤本当は移したいんですけど、グラップラーとかショックウェーブ持つと立ち回りというよりかは戦術がもはやね、グラップラーとかショックウェーブになっちゃうんで、あんまり見せても意味ないかなと思ったんで、カット2位で終わっちゃいましたね。で、2試合17ポイントで、3試合目サクサクいきましょう。長いんでね、それでも3試合目は初動、さっきのワシは被ってたんですけど、最速で降りたんで相手が逃げてくれました。で、フリーで刺されましたね。で、こんな感じになってます。アンチは入ってます。で、これで皆さんはどういくと考えますか？アンチは入ってるんで、別にそんなにね大きく移動しなくても大丈夫とは思うんですけど、個人的にはこういうアンチはこういうアンチですぐに移動します。どこに行くかというと、ミスティの、左側の白い山、ダンスホールがあるところですね。あそこまで漁りながら、資材取りながら行こうと思ってます。まあ、回復はデカポ1、チャグスプ4かな、これは。まあそんなに少なくはない、まあ、多くもないと思うんですけど、少なくもない、全然いい状態だと思うんで、このまま終盤を考えてますね。で、ずーっとここを削りながら雪山のところまで、先に作られてたら違う山を探すんですけど、今回はね、まあここまで第1円で移動してちゃんと拠点まで考えるっていう人は少ないと思うんで、第1円の時点でゲットできました。で、第2円超えて、3円超えて、4円ですね、次。で、ここで1個注目してほしい戦いがあって、まあこれは別に決着結局つかなかったんですけど、移動しながらやっぱり戦闘するっていう人が結構いて、どうしてもね、ヘイトの向け方を、なんて言うんだろう、ヘイトの向け方が人それぞれだと思うんで、移動するタイミングがやっぱり狙いやすいんで、そこをしっかりと狙おうっていう人もやっぱいますよね。そういう人に対してどういう風に戦ってるかっていうシーンですね。で、ここはもうギリギリ入れて、で、次のアンチ移動、さっきの拠点からね。ちょっとかなりカット多様で倍速多様で分かりにくいかもしれんけど、どうですかねまあ本当に2時間分あるんで、結構ねカットをサクサクしていかないと、2時間ずっとタラタラ見せるのもねあれなんで、かなりカットを対応してます。で、次のアンチ、またさっきのアンチ入れて、次のアンチですね。まあ、ここら辺はもう無難に徹底して資材使ってもいいと思います。で、削れる資材削って移動していくって感じですね。で、今の状態は資材が少なくて回復が多いっていう状態なんで、どこかで一人ダメージ食らってでもいいから倒したいなと思ってます。そしたらここで急に入ってきたんで、ギリ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 落とせて、ここでな、自分の体力全然大丈夫だったんですけどね、ちょっと焦って、で、チャージショットガンカバーのために階段を置いてカバーできると思ってたら、案の定ね、やっぱ重たくて立つ前に当てられましたね。しゃあない、ここら辺はまあしゃあないですね。この辺でもまだ33人残ってましたからね、移動アンチで。やっぱレベル高い。で、今のも33位で1キルかな。で、終わりました。で、次の街、また固定寄りに降りようと思ったんですけど、相手の方が速そうだったんで、今回被ってるし、自分が避けましたね、今回は。高台の方に。やっぱり固定はできるだけあった方がいいと思うんですけど、柔軟に変化した方がいいと思います。最初、初手、やっぱり対面苦手な人とか、死んだらね、2時間7マッチしかないんで、厳しいと思います。で、高台で宝箱2個開けたら、フルポーションにショットガンにアサルト出たんで、めちゃめちゃこれは運がいい。で、この運をつかみたかったんで、下にいる敵、ここだけですね。自分から攻めたシーンは多分ここだけと思います。全マッチやってここだけ。で、相手白だったんで、もうがっつりいきましたね。まあ、ここら辺は運勝負でもあるんですけどね、初手は本当に運勝負なんで、自分が運が良かったら、その運をつかみに行ってもいいと思います。まあ、怖かったらね、やっぱり無理してんでもいいと思うけど、ここはでかかった。これで武器がめっちゃ強くなったんで。で、最終的にこんな感じになりました。で、第2アンチは下。これまた悩みますね。ここは本当にめちゃめちゃ悩みました。
見た感じ、個人の予想ではミスティによるとこれは思ってます。第2円によった方向に第3円もよるっていうのが自分の考えなんで、その考えでいくと2円が下ミスティ寄りになったら3円もミスティによるんですよね。ただこれをミスると、この真ん中にある湖がすごい厄介で、ミスると本当に損しかしないんで悩みましたね。で、結果どこに自分が立てたかというと、まあどっちつかずといえばどっちつかずないけどね真ん中に立てました。まあ両方取れるように。で、予想通りミスティに寄ったんで、今回は島でとどまる、ここも入ってるんですけどね、ここでとどまると後ろから来る、後ろのマップ上の人らが全部後ろから来るんで、それとね絡まり合うのはかなり危ないと思って、先にミスティに行っとこうと思い、周りに敵もいるんですけどね、ここはちょっとリスクがあっても食らってでも、ミスティの方に向かいました。で、ここでヘイト買ったんで一旦止めて、また次のアンチで、またミスティですね。結果論に聞こえるかもしれんけど、やっぱり寄った方向に寄りやすいっていうのはあると思います。あとはやっぱ後ろに敵がいっぱい来ると思うんで、上のマップ全部ね後ろにいると思うんで、まあ、その人らとアンチ移動するのは危ないと思うし、早めにミスティ行ってても正解だと思います。で、ここからアンチ移動、次のアンチ、まあ、ここら辺はね先にミスティに行ってるおかげで普通に走っていきましたね。楽に行きました。で、この状態で、ここからアンチ移動してきた人をアサルトで撃っていきます。で、次ようやくここでアンチが出れてくれましたね。ここからまた順位伸ばしていきます。ただやっぱりまたね資材がなくなって、まあ、妥協はしない方がいい。できるだけ資材ゼロになる一歩手前ぐらいまではちゃんと作っていった方がいい。ただ残りの資材が100とか100切り始めるところらへんで、どっか一人見つけてキルをね考えて一発勝負かけに行ってもいいと思います。自利品になる一歩手前ですね。今ぐらいでどこか一人倒せる人いないか探してますね。で、クラッシュパッドに乗ろうと思ったらジャンパ使ってくれたんで、ここは便乗して、あと2枚しかないからなここから本当にもう自利品平打ち勝負ですね。今の人倒したかったんですけど逃げられて。魚強いね、スラープ一種本当に強い。で、また進みでどこか一人倒したいなって思ってて、ここでね勝負仕掛けます。倒せて2人分ですからね、これはでかい。フロッパーもいっぱいあったし、2人分の資材でかなり回復したんで、ここからもう一気にね作っていきます。ここでハイグラ取れたと思ったんですけどね、やっぱりショックウェブ強いわこの一発誰から食らったんか分かんないんですよね。どこから食らったんやろな。でもうギリギリで、上からのヘイトに耐えれることもないから、フロッパーもやっぱ強いねけど、ここでアンチガイムーブできるのは。下降りてここ平打ちでなんとか勝てて、ここでまた4位ですね。またショックウェブで壊されましたね。いやー、けどなんとかポイントは結構取れましたね今ので。で、この時間15分で残り3マッチあるんですよね。4マッチしかまだやってません。で、残り15分、こういう時ってやっぱりみんなキルムーブを考える人は多いと思います。私もやっぱり3マッチも残ってるし、こけても初動でね2回死んでも OK なんですよ。2回死んでも多分入れる。ただめちゃめちゃ悩んで、最初多分この時間帯ってみんなそう思うんですよね、キルムーブが入るっていう試合はやっぱりめちゃめちゃ人の減りが早いんですよ。だからすごいアンチ移動がしやすい、人が濃くないから撃たれにくいんですよね、撃つ人が減るから。だからこのまま物資が良かったらもう終盤まで行ってしまおうと。で、良ければねボーダーの解説動画とかを昨日作ってあるんで、良ければ昨日の動画見てほしいんですけど、昨日って言ったらちょっと分かりにくいか、この動画見てる方いつ見てるか分からんから、まあ、1個前のね動画にボーダーを解説してる動画があるんですけど、準決勝から決勝に上がるボーダーが毎回39位、毎回って言ってもこれは予選1個目の、39ポイントを参考にしてるだけで、おそらく40ポイントやったら決勝に行けると思って戦ってます。だからすごい微妙なラインなんですよね、このマッチで40ポイント取れるかどうかっていうラインで、キルムーブでちょろっと挟んだ方がいいかなと思ったんですけど、この残り人数見てもらったら分かる通り、
多分どのマッチよりも人の減りが早いっていうのは分かると思うんですよね。で、自分の状態も良かったんで、ここら辺かな、もうここら辺で残り5分ぐらいになってて、だいたい1マッチマッチング、長くてもだいたい5分ぐらいでマッチングするんですけど、逆に言うと5分かかる可能性があるんで、微妙なね、残り2分とか残り3分とかで抜けても間に合わない可能性があるんですよね。だからもうこのタイミングで自分はここで40ポイント取るという決意を固めました。ここは本当にちょっと緊張しましたね。もう過剰に防衛しますね。もうめっちゃ資材使って、自分死にたくないオーラプンプンですねめっちゃ作ってます、アンチードけど、もうそれでもいいと思います。資材ゼロになるまでクラッシュパッドもありますからね。ゼロになってもいいから、できるだけ延命措置を取るっていう戦い方で、このマッチで40ポイントを目指してます。クラッシュパッドはこの階段につけるのがやっぱ強いですね。すごいアンチードしやすいんで、 PS4 とか、まあ、CS のサーバーだと AR の刺さり方がすごいんで、クラッシュパッド浮いた瞬間に落とされるっていうこともあるかもしれんけど、まあ、それは本当に運がなかったと思って諦めるしかないですね。大体はちゃんと移動できます。本当に150ぐらい削ってくる猛者いますけどね、飛んだ瞬間で。こっからやっぱり今ここら辺になると本当に人は減りませんね。第4円から第5円ぐらいになったらもう一切人が減らなくなるぐらいみんな生き延びますよね。本当にうまい。でここら辺でクラッシュパッド使い切って、もう資材もないんでもうヒヤヒヤですね。ここでポイント確認してるんで39ポイント、39ポイントは立ち回りタイプの人で言ったら39ポイント同列で行ってたんで、その同列の人の1人キル数が多い方が上に行くんですよね、同列ポイントだと。で自分は全然キルしてないんで39だとダメだと思ってたんで、ここら辺は本当に集中してましたね。で1キル取れて42ポイントになって、ここでまあ正直安心してましたね8位と。で42ポイント69位でいけました、まあ、こんな感じですよ。常にアンチードを考えるだけでも決勝にはいけますよね。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。雑談チックな解説で申し訳ない。いかがだったでしょうか。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またねー。